はい、ハルト君お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こちらこそ。すいません。いや、全然。先日ね、うん、まあ、僕ら普段いつも出てるユニットライブのチャンプルってあるんですよね、うんうん、でそれにまあちょっと僕がまあまあまあ、のっぴきならない理由でちょっと出れなくなっちゃって。のっぴきなる本当は世論ごまかしたけど、まあのっぴきならない理由で。のっぴきなるなるもわかんないけどみんなあれでしょ、うん、まあそのね、それはまあそのまあとある理由でまあ出れないんで、ちょっとハルト君にピンで出てくんないかっつって、あなたがピンで出てくれたわけ。いや、本当ありがとうございました。すいません。いや、全然全然。穴を開けずに出ていただいて本当は助かりました。本当そうよ。なんかみんなあれなんでしょ、ロキちゃんがピンでライブ出るからあなたがピンでチャンプル出てるって思ってたんでしょ。いや、そう、俺がそのあれね、うん、そのロキちゃんどうしたのって言われて、うんうんうん、まあ、俺最初大学院って誰かに言ったのよ。うん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 。あ、でも大学そうなんだ言ってから、うん、いや大学院だとまずいなと思って、うんうん、もう次の人からに、うん、もうその情報ぐちゃぐちゃよ、うん、ライブ、うんうんうん、え、ライブみたいな。あ、ロッチャンピンで出るライブなんかあるんだ。いや、AKB、AKB って言って、そのもうさらけ出したっていう。そうね、AKB のコンサートに俺が行っちゃってたせいで、あなたを、うん、ピンで出してたチャンプルで。いや、本当に申し訳ない。いや、全然全然。いや、でもね、俺は本当に感動したのよ。何が？まあ、まずちょっとまあこれはおかしいなと思ったんだけど、うん、松本ハルトのピンなんて、そのね、なんか別に今もピンネタ磨く必要もねえし、アルバム近くないし、アルバム近くないしさ、なんもないから やらなくても本当にいいじゃん、うんうん、だから俺は、うん、まあなあ、こう 2,3 番ぐらいでこう、うん、バーってやって、あとこうね、チャンプ楽にこうブーって見てたらいい、見てるんだろうなと思ったなって、ね、そしたらあなたの順番ケツから3番目。いや、そう、ハードル上がりまくったね。なんでそんな交番組むの。びっくりした。かわいそうと思って。しかも俺の前、うん、その元トゥモローの天野さん。あ、そうなんだ。だからその変なピンの後に俺そんなこと言う、変なピンの後にそんなこと言うなよ。いや、もうね、もう最悪だって。2,3 番ぐらいでさ、うん、あったまる前にさ、滑らせてればいいじゃん、こんなやつ、こんなこと言うなる。いや、そうよ、俺なんかね。だからそのガチの、うん、そのなんか決め方があるんかなっていう。いや、そうだろうね、本当に。いや、もう最悪。いや、ちょっと本当に。でもびっくりしました。まあアンケートに、まあチャンプルって別にバトルライブでもないんだけど、うん、面白かったら5組に丸つけてくださいってあんのね、アンケートに、うん、だそれでこう俺が送られてきたアンケートを見たら、うん、あなたに丸ついてましたね、しっかり。いや、ありがたい。素晴らしい。しっかり20組中 5番で、うん、そのうちの1組、あ、20組中 5組に丸つけてくださいだから、うん、まあすごいよ。いや、そうね。いや、まあすごいよ。ありがたい。いや、素晴らしい、本当に。いや、本当にお疲れ様でした。本当にありがとうございました。すいません、すいません。いや、すいません、私もちょっと大変でして、その日は。いや、その AKB な。ちょっと全然楽しいだけじゃん。マジで大変でして、僕は。俺の方が苦しかったよ。あ、苦しかったな。ちょ、ネタ本当にどうしようどうしようで、うんうん、あ、あれじゃないの、アンダー25と同じやつじゃないの。あ、違うやつ、違うやつ。お前頑張ってるな。ちょちょ、頑張ってないの。何、ここでまた披露してくれるわけ。しねえよ。しねえよ。でもあん時より、うん、なんか視覚的、視覚に頼った。 あん時よりもその違うだろう、うん、ハゲの立ち回りを教えてくれって言ってんだろのよりも、うん、視覚に依存してんの。視覚に依存して。え、どういった、もうバラしだけ教えてくんない、うん、バラしだけ教えてくんない。いや、バラしとかないよ。あ、そうなの、うん、俺が、うん、飛び出しで、うん、みんな席につけ、先生役で出て、うんうん、出てって、うんうん、俺誰だよ、うん、黒板に、うん、俺がもあの盗撮犯とか、うん、その元 AV 大優とかって書いたやつ、おい、うん、やめろ。え、先生がってこと。そう、先生、あ、お前らやめろ、こんなん書くな、うん、バレたらここにいられなくなるだろうって言って、うん、あ、それ鈴木先生どうしましたってはけて、うん、俺がもうパンチで出てきて、うん、なんでそのネタ。わかんない、どういうこと。わかんない、どういうこと本当に。あ、ま、あれは言ったよ、次の日とは言ったよ、次の日とは言ったよ、もう学校辞めるからどうでもよくなった先生っていうのをやろうって。白レンガすぎるって。いつの間にか。そう、そういうのやってて受けた。うん。あ、そうなんだ。笑ってくれた人も一人いて。あ、一人か。そっか、パン1、お前パン1出てくるの好きだな。いや、もう頼るとこ少しかなくてよ。R1 それでいけそう。いけな、そう。でまた考えます。いやいや、でも本当お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと本当にまあね、ちょっと、まあ、こういうことも本当にあの時間はないようにする、はい、あの本当に気を、まあ、気をつけます、本当にすいません。本当に、だって俺が一人で悩んでたのよ。うん、まあその一、うん、人でね、どうしようどうしようネタあったから、うん、あ、ネタね、うん、そのマータツ
マータツが俺見て、松本さんどうしたんですかそんな顔してみたいな、人殺してきた後みたいじゃないですかで本当に、俺の普通の顔見て言ったぐらいだから、だからどんな顔してネタのことをグッってなってたか分かんないよとんでもないよ。あ、当日まで考えてたんだ。あ、そう、いや、いやだって何練習ってさ、一人じゃ意外となのよ、うん、あ、そうなの。まあするけど、口に出したりとかね、でもそんながっつりはしないじゃん。あ、そうなんだ。いや、わかんない。いや、俺はめっちゃしたわ、R1 の前。おお、シダックスカルチャーフォー。え？え、するような内容じゃなくなかった、なんか聞いた話そんなことねえそんなこと、いや、噛まないようにとかすぐ出てくる、なんかそういうレベルよ、もう本当に本当に。でもネタなんかニャカ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 ってやる。そうだよ、ニャカニャカニャカって2分やってたんだっけ。やっぱ噛まないように噛まないように。なんでそれ、そんな練習したやつ1分も耐えれない。1分14とか言って、ニャカ、あれ40何秒やって、うん、何だっけ、14秒。え、14秒ニャカ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 って言われる秒数、14秒1時間練習したかいないな。いや、なるほどね。またありがとうございました。またすいません、ね、ま、また、いや、またお願いします。また初めていきましょう。あ、まあ、あ、そうか、次回チャンプル最終回か、9月8日。そう、ちょっとぜひね、皆さんにも来ていただきたいですね、最後の最後に。結構、あの、初代が無双で来てるライブなんで。いや、それ唯一ね、なぜか、なぜかね。いや、だから俺も入ったもんな。そうかもね、影響みたいな、ジンクスかもね、普通 に, にそうかもね。ありがとうございました、ジンクス続けていただいて。じゃあ始めていきましょうか、せーの、ちょっと待って、僕らは歩みを止めないラジオ。僕も大変だったんですよ、松本くん。いや、絶対楽しいだけだって。僕も大変だったんですよ。大変じゃないって、あなたの顔見たら分かるよどんだけ楽しかったか。ツイッターでも分かった。でもツイッターでも、いや、なんか俺フォローしてないじゃんあ、そうだね、そうだね、お互いが、お互いがだけど流れてくる。あ、本当に。とか、あ、そうなんだ、やっぱあるもん、ね、誰も、違う、あれよ、1いいねも1リツイートもされてない、その拍手みたいのが流れてくるだけよ、あなたのメッセージだけ書いた白紙のように見えてしまうってことね。そう、まあ、かわいそうって流してきて俺が川に流すっていう。だけど流すなよ、押してくれよ、ああいうことなら。押さねえよ。いや、でも本当にさ、何がきつかったって、まあ、今回は、ZEP 横浜で AKB のコンサートが3日間5公演だったんですよ、3日間5公演で。で、ZEP ってわかる？いや、わかんない。わかんないよね。まあ、あんまりアイドルももちろんやるんだけど、バンドとかが多くて、スタンディングなのよ。1回1500人ぐらいか、スタンディングで、1500だわ、すごいね、1500ぐらいスタンドで、で2階にちょっと着席指定があるみたいな。え、それさ、斜めになってたりすんの？え、なってない、なってない。え、じゃあ後ろの人見えんの？あ、そうだ、無理無理無理、女性とかだったら無理よ。あ、そうなんだ。そう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 。で、まずスタンドで、きついし、で、スタンドってことは、なんていうの、整理番号が配布されるわけよ。おだ、整理番号呼ばれたら入ると。おで、もし整理番号呼ばれた時にいなかったら、後ろにとかどんどん入っていくから余計順番が後ろになっていくと。あ、そこ椅子ないからね。そうだから、もう会場時間から中に入れるのにいなきゃいけないのよ。あ、しかも、もう外まで、外に並ばなきゃいけない、この草暑い中、並ばなきゃいけなくて、で、しかも入ったら入ったで、じゃあもうどうぞどうぞどうぞってこう800何番、810番、820番とかバーって通されていくよ。あ、10人ずつぐらい。そう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 。で、そこまで行っても、あとはもう中入って、もうどこでポジショニング取るかよ。あ、マジか、それも。うん、しかもどん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 人入ってきてぎゅうぎゅうになっていくから、それもきついのよ。きついね。いや、なかなか過酷で。あ、それきつい。しかももう先入ったんだけど、もう後ろから、あの、そのね、なんていうの、こう、全部スタンドなわけじゃなくて、あの、手かけれるとこあるのよ。あ、一番 最前列でしょ。最前列よく何個かあって、あ、で、まあ、そこはやっぱ見やすいし楽だから、そこにこう陣取ってると、その前にめちゃくちゃ背でかいやつとかが入ってきたらもう見えないわけよ。うわ、きつい。きついのよ、もうめちゃくちゃむずいのよ。あ、前の後ろ、そう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 、ZEP の、そのポジション取りはめちゃくちゃ難しいのよ。で、入ったら入ったで、ちょっと暑いのね。あ、もう人もいるしね。人もいるし、で、みんなクーラーかかってんだ。一応ギンギンになってるはずなんだけど、
あ、暑いんだ。ちょっと暑くて、でさ、ずっとオタクたちもさ並んでるわけよ、ずっと、うん、でみんなやっぱ一通り汗かいてきて入ってきてるから、いやもちろん俺もそうだし、うん、ちょっともう臭いのよ、きついな、客席とかが、うん、いやもうその中で2時間コールしながらライブを聞くと、うん、いやこれはね、その普通に、うん、自分の推しのアイドルが、うん、ってんじゃなかったら、うん、正直きつい、いややばいね、で2時間立ちっぱえぐいね、ちょっとね、で帰りもそっから出るのもなかなかきつかったりして、30分ぐらい出れないみたいな俺はあったんだよ。うわー嫌だな。そう結構きつくて苦だね。そう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 、でもちろんまあライブ自体は楽しませていただいたんだけど、おうおう、まあちょっとね、そのまあとりあえず1日目こう様子見で行くじゃん。で1日目が一番分かんないのよ、そのどういう風に案内するんだろう、整理番号もらったけどどういう風にやったんだから、うん、とりあえずやっぱ会場時間のちょっと前ぐらいから行っとこうっていう、おう、で結果もう、うん、40分ぐらい外で待たされてめっちゃきつかった。あなたは何番ぐらいだったの？5日間通して何番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 とか。大体、うん、大体平均でくるの？確かにね、うん、1日だけ900ってのがあって、え、だいぶ、え、だいぶ後ろ、うっ、やば、うん、でそれ以外はまあでも800とか、うん、一番行きたかったライブでも800とかだったのよ。で、あとはまあ500、600ぐらいで、まあ、いやまあめちゃくちゃ早くはないか、めちゃくちゃ早くないし、もうここまで来ると正直800も600も変わんないんだよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、でもあとはもうそのチケット絶プで、しかもチケットも当日買わなきゃいけないのよ。え、買うんだ。そう、チケット、あの入場するときに600円渡してチケットコインをもらって、でそれをでもそのだからもうそのチケットコイン、チケットコインとそのドリンクをあの交換してる時間を省いて、うん、ちょっとでも先に会場に入るみたいな。チケットコインとドリンクを交換する？あ、ごめん、ドリンクコインよ、ドリンクコインもらう。あ、ドリンクコインもらうんだ。600円のドリンクコインもらって、それで買わないといけないんだ。うん、そう。え、で、あんたじゃあ無料の浮かせたんだ、うん、600円。いや、浮かせてない、浮かせてない。帰りとかにもらう。そう、帰りとかにもらうみたいな。そんぐらいちょっとでも先いい席を取るみたいな感じでやってたのよ、うん、ただまあその代わり、うん、すごい狭い会場だから、うん、メンバーの方はすごいよく見れて、あ、そうなん、めっちゃ良かったんだけど、まあ、ただ、うん、こう声解禁ってなってるんですよ、その春ぐらいから。そうそう、声出しが解禁されてて、でその中で、うん、俺も声出せる時にそんなにめちゃくちゃ言ってたわけじゃなくて、あんま分かんない、自分分かんないのよ、あ、コールとかも、コールも間違ったところで言わないかなっていう、うん、やっぱその時にすごい声出してくれる人ってめっちゃ助かるのよ、うん、あ、優秀、優秀なんだ。そうそうそう、あ、もうこの人についていけばいいんだと思って、うん、俺も思いっきり声出せるっていう、うん、そしたらなんか何曲目かかな、その初日の公演の何曲目かに、うんうんうん、まあその「ハイセーのサイバー」、あ、タイガー、ファイヤー、サイバー、うん、ダイバー、ファイバー、うんうん、ジャージャー、トラヒー、心臓っていうミックスを打つのよ、そのイントロのところで。ミックスを打つ、ミックスを打つっていうね、これを聞いたことない。いや本当に本当に本当にミックスを打つんだ。じゃあ、あと乃木坂じゃあんまないわ、正直ないと思う。ないね、あなた乃木坂好きだったから。で俺そのミックス打たねえ。そうだよね、でミックス打ってて、うん、でその時にやっぱその近くにすごいでかい声でミックス打ってくれる人がいたのよ、うん、ミックサーがね、ミックサーが、うん、それで誰が、誰が、サイバー、うん、タイガーって言って、俺もちっちゃい声でタイガー、ファイヤー、サイバーってこう言ってたら、うん、途中でその人がタイガー、ファイヤー、サイバー、タイバー、あっって言ったのよ。え、間違えた。あ、間違えた。その大きい声で、すごいでかい声でちゃんとミックス先導してくれてたのに、その場の、うん、途中であって言い出して、うん、で確かにあって言った後、その後すぐ曲始まっちゃったのよ、うん、多分普通にイントロ短くて、うん、ミックスいらない曲だったのよ多分、うん、でそれ言っちゃって、あっつっちゃって、うん、でそしたらもう周りの人、うん、大声出してはもちろん笑わないけど、うん、もうあまりの、うん、その面白さに笑いこらえきれなかったんだよみんな、うん、もうその背中でもうフル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 してるのみんな。あいつミスってんの、あいつでかい声出してミスってるって、うん、だって、うん、でその人は、うん、もうそっから しばらくミックス打たなかったもんね。自信なくして。やっぱかわいそう。あ、そういう人いるんだと思って、うん、普通に。いや俺もさすがに笑っちゃったよな。でも本当に普通そんな人なのよ、見ると、でもミックスだとガッて本気でこうガッ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 打ってたから、ミックスが楽しいんだろう、楽しいんだろうね。もうちょっとあっが面白すぎて、 間違えたっていう、あの瞬間ね、あの瞬間全員が一体化してやって、全員が一体化してやってた時に、俺らも間違えてるしね、そうなると。いや、なかなかきついですよね。面白いな、それは。でだから、そうそう、現場行くとね、なかなかなことがあって、そういう、やっぱ俺もなかなかこうね、事件がこうあった、なんかあんの、
わけですよ、うん、まあまあでまず1個がね、うん、そのまあ2日目かな、それこそあなたがチャンプル頑張ってくれてる時に行ってたライブで、うん、まあ夜ですよ、でもその日も一日中横浜いるわけ、俺1本やった後の2本目の、そう2本目で、うん、でしかもその日は、うん、でその初日に物販買えなかったのよ、うん、行くの遅くて、あ初日しか売ってないの、いやで2日目もあるんだけど、うん、もう会場時間の1時間前には、うん、もう締め切っちゃうのよ物販の、ってことはもうそれよりも前に物販行かなきゃいけなくて、無理、いやきついのよなかなかそれも、うん、で物販だからもう会場が2時半とか、うん、あ1時半とかなのにもう11時から俺横浜いて、物販まず一通り買って、あ買ったんだ、そう、うん、で望んで、でまたそれでもさ、うんうん、初日はさ夜公演が一公演だけだったからさ、うん、日陰だったのよまだ、日陰どういうこと、曇りで、あ、まあ、もう日も沈んでてみたいな、なるほどね、ただ初日 の、 その昼から並ばせられるのはもう日向に並ばせられるわけで、うん、あきついね、もうちょっとすごいきつくて、うん、そのまま2公演目までも行ってて、うん、俺その2公演目の3曲目ぐらいで、うん、あの鼻血出てきちゃったのよ、うん、もちろん熱くてよ、アイドル見てじゃなく、もちろん妄想してとかじゃなくて、うん、しないしないしない、やめてしない、そんなことしないよ、ちょ俺がそのめちゃくちゃ言いがかりつけてるみたいなちょそんなつけてないよ、ね、話で、うん、話出てきちゃって、うん、でもさちょっとマジでアイドルの現場で話し出したらやばいじゃん、会場で、これ大丈夫、こいつこいつマジでその暑かったとか知らねえけどさ、うん、生足見て今鼻血出してるよねじゃん、もういや絶対そうよ、もうもうスッスッてやりながら、うん、もうギリギリまでマスクして、俺は鼻血を、うん、止めにかかる、止めにかかって、少なくとも見せない、みんなには見せない、で口でこうさしゃくれさせてさ、うん、口で受け止めにしてこう、うん、あまりにも垂れてくる、ね、口でふーってこう、ね、の飲みながら鼻血を、鼻血飲みながらじゃねえよ、でまあ会場出たら、うん、まあ、どっかトイレ駆け込んで、まあ、ちょっと申し訳ないけど、うん、ティッシュペーパーこう鼻に詰めていこうかなと思ったけど、帰りね、うん、そうそうそう、ハッてしたのよ、うん、まあ、その日俺は、うん、アイドルで一式、うん、体をまとっちゃってるわけよ、あもう全部 T シャツ、うん、タオル、うん、バッグと、うん、あれ待てよと、これ、うん、俺鼻血出しながら歩いてたら、うん、街歩いてる人は間違いなく、うん、こいつアイドルのコンサート帰りに、まあ絶対、うん、あの生足見て楽しくなっちゃって、うん、ちょっと妄想入れちゃって鼻血しちゃってんだってなるじゃん、うん、あこれ絶対ダメだと思って、俺帰るまで、うん、鼻出せないと思って、うん、鼻に何も詰められないと思って、うん、もうずっとマスクの下で、うん、とか、うん、あとこのしゃくれさせてこの口で血受け取る、それが汚いよねめちゃくちゃ汚い、1時間半、うん、こう2日目あなたがチャンプル頑張ってる間、うん、そうやって帰っててね俺はいやでもね俺一つ気づいたわあ何正解よ、あ本当に正解、これあなたが鼻血出して、うん、急いで、うん、トイレの台面に駆け込むっていうのがやばいじゃん、なんかあーやばいね、ティッシュ目当てとしてもこれちょっとやばいやん、そいつやばいね、で、すぐカタ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 って聞こえるんでしょ、で、その結果、うん、鼻血止めして出てくるみたいな、うん、そのギャグ漫画みたいな、さらにさらにもっともっと鼻血出して、うん、もっとそこで楽しくなっちゃってさらに血出したってなるもんね、そうだよね、やばい、だから正解、危ない、そうだね、うん、トイレになんか絶対書き込んじゃいけないもんね、トイレのその個室になんか、そう確かにな、やばい、いやそれはそうだわ、いやでも本当に俺はもう大惨事ね正直こう口周りがきついね、そうそうそう、えひげ込み、あいやひげは、ああごめん大惨事って言ったから、いや別にひげは普通だよ、あっ惨めになってんねえよひげは、だからマスクしてんのかなと思って普段から、いやもうマジでそのじゃあ 鼻血込みで、お前そのマジでその痛いとこつけようかな、俺まだそうなのよ、冷え隠すために俺まだマスクやってんのよ、暑い中、暑い中きついのにあ、まあでもそれ原因かもな、いや本当にそう、あそうなんだ、本当にそうなの、本当にそうなの、分析したこの前、あなんで俺まだあのマスクしてんだろう、あちょっと冷えだと思って、うん、いやちょっと痛いとこつかないでくれ、いやごめんごめん、逆にだからありがたいよね、持ってってない可能性もあるからヒゲ生えてなかったらマスクを、あそうね、鼻血出たまんまで、そう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 、いやでも限界あるじゃん、もうここら辺赤くなってるはずじゃん、そのいや絶対そうよ、陣中のあたりはさ、でこの鼻をグッてやったらもう、うん、ただ手で拭いたりして、あこいつ鼻血出して興奮してやがるってなっちゃうから、それはもうマスク持ってて正解だったわけ、いや正解ね、でなかなかそういうこともあってさ、うん、で今回 AKB のどういうコンサートだったかっていうと、うん、まあ、AKB ってチーム性があるんだよ、チーム A、チーム B、チーム K、チーム4って、うん、AKB4 っていう、うん、あ4あんの、そうでこの前はチーム8、うん、その AKB4、T8、8
のチーム8のラストコンサートに行った話をここでさせてもらったのよ、うん、で今度は チーム8のラストコンサートもあったんだけど、うんうん、同時に AKB4 のこのチームのラストコンサートだったの。 AKB4? あ、そうか、チーム A がもうあれか、バラバラになる。チームごとに4公演っていう、もうチームごとに4公演、あ、ごめん、チームごと1公演ずつ4公演、それぞれすごっがあって、うん、まあそれはなんていうの、多分、うん、今 AKB 全然好きじゃないけど、昔ちょっと AKB 好きだった人でも衝撃を受けるくらいのことだと思うのよ、チーム性解体っていう。あ、そうなんだ。そうで、そのラストコンサート AKB4、うん、で、うん、まあ2日目あなたがチャンプル頑張ってる時まで AKB まで終わってんのよ、うん、で俺の目的はチーム4、うん、あ、そうなんだ、の岡田里奈ちゃん、うん、あ、ずっと見たくて、うん、そう、だからもう正直ここまでは、いや正直楽しかったのよ、めっちゃ楽しかったんだけど、ここ B まで、ただもう正直、うん、この整理番号で言ったら、うん、どっちの扉、どこの扉から入ってどこに入るのが一番ベストか、うんうん、っていうのを、うん、何確認するための3公演でもあったわけよ、うん、すごいお前え、じゃああの歌は、うん、あの子は多分ここら辺に立つだろうから見るために、いや、まあまあそうよね、こっち側のドアから、そうそう、そこも含めだから AK の時は、うん、一番近いところの方の扉から入ったけど、うん、チーム B の時は、うん、俺反対側の扉から入ってんだよ、いくお前、この時の反対側の扉ってどんぐらい人いるのかなっていうのを見るために、きしょで、やっぱ一そういうのに金かけてくん俺これから4を頑張るためだけにすごいな。で AKB 見て思ったのは、ああやっぱ申し訳ないけど500番ぐらい600番ぐらいで入れたら、ああ正直真ん中の それなりに顔が見れるいい、ポジショニングはできると、ああただ4の時は800番、そこから200、300、ああきついな。でチーム B の時が900番だったの、ああで正直 B の時に900入ったら正直真ん中は無理だと、ああじゃあできるだけ前に行こうっていう感じなんだよ、ああで B の時の分析結果として、ああその AK の時に入ってた扉側からは、うん、まあすごい端だけど、うん、それなりに前へ行けると、ただ B の時は真ん中だけど、うん、だいぶ後ろになっちゃうって、うん、これが分析できたのよ、うん、さあどっちを取るか、うん、もちろん、うん、少しでも前に行くと、うん、ただそうなった場合、うん、すげえサイドになっちゃうわけよ、うん、もう上下もちゃんと分かれてて、うん、もう下手の時で、うん、もう上手の時にもうほぼまあ、お客さんかぶって多分見れない、うんなって、あ、まあ、まあしょうがないかということで、うん、まあ、その結果もうバッてチーム4の時は、うん、まあちょっとあまりにも神手すぎるけど、うん、かけんでたんだ、かけんでた、うん、前の方を取ろうと思って行ったら、うん、まあ案の定それなりの席を取れて、うん、ああここがあったら全然見れるなってぐらいの席だったのよ、うん、でもね、うん、推しのりなちゃんが可愛すぎて本当におかいや俺の岡田りなちゃんに対する気持ちは本当よ。え、どういうこと、すごいです、何が やりたいとかって言ったら、ちょ、分かんない分かんない分かんない、ごめん、お前本当にちょ、分かんない分かんない、言ってくれるじゃない、言ってくれるじゃない、そんな言ってない、ちょ、本当分かんなくて、年が1個下だからってこと、あ、そうなんだ、狙えるって思ってるってこと、俺が、いや、そうかな、いや、ちょ、お前やばいって、ちょ、もう純粋な応援する気持ちよ、そんなの、じゃあいつかはビッグスターになってほしい、うん、いや、そりゃそうよ、あ、そうなんだ、俺もビッグスターになってお友達になりたいなってところよ、それはもちろん、近づきに行ってるやん、ん、近づきに行ってるやん、いやいやいや、でも言うじゃん、本当のアイドルのファンは、うん、もうそのプライベートで会えませんみたいな、うんうんうん、もうちゃんと、うん、あのステージで会うのが、うん、もうちゃんと、そう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 、いや今なんかお友達になりたい、いやいや、その延長線上にお友達になりたいって気持ちもあるよってことよ、それは俺は、その先だってあるじゃん、なんなら今でも思ってるしね、友達になりたいって、お話し会ってずっとお話ししてたいって、うん、そう、その家とかでもお話ししてたい家じゃん、くっしょ、お前本当にお前、あ、まあでもな、でもまあ、いや、そう、いや、でも実は俺はだって歌ってる岡田里奈ちゃんが何よりも一番好きなのよ、そっからもしかしたら、あ、じゃあカラオケ行ったりとか、うん、そう、カラオケ行ったりした、じゃあ笑顔ちゃん、お前カラオケ行ったりした、犯罪者の匂いするただまあまあ分かんないけどね、まあ、それは、うん、ただいや本当にアイドル好きな気持ちは本当にあって、あ、まあ、ただまあなんていうの、そのさっきも言ったけどチーム戦のラストコンサートですよって、あ、まあそうね、まあ、結構曲がね、こう、まあ、劇場公演の曲とかになったりするわけよ、表題曲あんまり歌わずに、あ、そうなんだ、だからまあ俺4公演見て大体どんぐらい何曲ぐらい聴いたかな、でも大好きじゃん、あんた、そうそう、マジでその4公演で100曲ぐらいは聴いてんじゃないかな、ね、俺20曲ぐらいしか分かんなくて、え、全然知らんやん、うん、20曲のうち15曲ぐらいも、あ、これ聴いたことあるなぐらいで、え、そのレベル楽しめないじゃん、そんなやつそもそもいやそんなことないけどね、うん、でもみんな可愛かったからそれ見てるだけでいいの、あ、ちょんじゃあいよいよ、何、じゃあいよいよ、いよいよ、女の子好きな女の子の集団だったら何でも行くんだ、うん、もう、うん、AKB、
じゃあ岡田里奈ちゃんと友達になりたいのよ。俺はじゃあ目標、じゃあごめんね、うん、岡田里奈ちゃんが、うん、そのもうほんとビッシュに入るってなったらビッシュ応援するでしょ。うん、えそれ岡田里奈ちゃんだからよ、もちろん。じゃあこれは、うん、その AKB と同じ日に、うん、あなたが大好きな、うん、本当にもう本当、うん、顔の子しかいない、うん、同じ人数のアイドルグループが、うん、本当横で、うん、ライブやるってやったらどっち行く？その同じ俺が好きな顔の女の子がやってる隣のライブ。いや本当いよいよじゃん。もう俺近づけ、俺近づきたいとかじゃないのよ。そうそう、違う、近づきたいのよ。俺の真相心理今言ってくれてんの、うん、近づきたいのよ。だから一歩でも前に、一歩でもさっき言ってたじゃん。真ん中じゃない、うん、一歩でも前に、うん、でも俺別にいいもん、そんなことガヤがいくら言われたって。俺だって岡田里奈ちゃんにレッスンもらったからいいもん。もらったんだ。うん、目当てたし、めちゃくちゃ。あ、みんな言う、みんな言う。いや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 、目当てた。俺も会ったと思ってたもん。俺と違う違う、お前とじゃねえよ。目やってどうなんすか。言ってる人いたよ、そのさ、うん、あの劇場でほら言うじゃん、ちょっと影慣れの後とかさ、うん、例えばさ、あとまあ俺、うん、例えば岡田里奈さんとかさ、名前とか、まあ、乃木坂だったらいくちゃんとか、うん、アスカどこみたいな言ったりする人いるじゃん、うんうん、その時言ってたけどね、うん、ロキちゃんって言ってる人いたけどね。いねえよ。はい、言ってる、やじる、はい、ゆえりーと一緒にロキちゃんって言ってる人いたけどね。あとなんて言ったの。あっ、ってこうそっちの方見てこうレス返すな、返すな。危ない。ロキちゃんって言ってたけど、プライベートのロキちゃんに会いたくて来てるやついるんだよ。でも本当になんかチーム4の最後のそのライブは本当になんか俺、うん、でもマジで岡田里奈ちゃんの推し打ちわみたいなの作っていったのよ、うん、作った。いた、もうどんどん出てくるじゃんお前。すごいね。でももう正直どう思われてもいいと思って俺は、うん、で岡田里奈さんとかってめっちゃ言ってたんだよ、正直俺も。きついよ。いや、やっぱお前頑張れるもんな。なんか、AKB の時は、うん、なんか俺も別にマジ可愛いなと思う子いるんだけど、応援したいなと思う子、うん、そこにチームにいるんだけど、なんかあんま言えなくて、うん、やっぱ最後はちょっと異常にちょっと、うん、気入っちゃってたんだ。里奈ちゃんってめっちゃ言って、やっぱこう、うちはめっちゃ振って、うん、そしたらなんかこんな感じでやられた気がするけど、指刺された、指刺された感じがするけどね。で、目合ってたような気もするけどね。本当に、目合ってた、俺、レスもらった。いやー MC 中。まあ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 。え、人が喋ってる間にそれやってたの。うん、そうだよ。お笑いライブじゃ禁句だぞ。ダメよそんな。そうだね、確かに。ロキちゃんって返さないでしょ。やば。いや、そうなんだよ。いやでも本当になんか俺は女の子大好きで、女の子大好きじゃない。いや大好きではあるじゃん。だガールズバーの演奏戦場ちょっと待って、そんなってどらってねえよ。歌って踊れるちょっとやめて、有名な女の子たちがいるから、うん、もうお金払っていったっていう。いや違う違う違う、そんなやましいもんじゃないけどな。だってあんたお酒飲めなくてもいいじゃんガールズバー。話せればで、その辺、まあ、お酒好きじゃないの、ガールズバー好き。そうだもんな。こいつ、ちょっとやめてくれよ。いや純粋な俺ファンだと思ってた。俺純粋な曲も知らないし。いやそういう曲知らないしさ。鼻血出すし、鼻血出して。でなんか、いやそうだ、チーム制のラストコロナとあのマジで良かったのよ、うん、本当に良かった。全チームマジで良かった。もうなんか詳細はなんかこの話を申し訳ないぐらい話したいぐらいではあるんだけど、いいよ俺もう一人でラジオとか上げていい。これあ全然ロキちゃんのマッタラジオとかってやってていい。いやじゃあ もう全然ニャカラジオでいい。あニャカラジオでいい、ちょっとやっていい。本当に俺感動してさ。あやったらいいじゃん AKB 編。本当にいい、一人喋り。俺マジで感動したのよ、うん、っていう話。じゃあもうするわ。いやもう開けますこれは、うん、でもう本当 AKB の話だけど笑いとかいりません、しません。笑いとかは入れません。えお、まあ、なまあまあまあ、あ、ダメ、笑いは入れたい。あ、ちょ、いや、女の子好きここまで熱いでて喋り、まあそっか、公言してしかも、公言してそれじゃなくて、うん、インキャが、うん、で、なんか、その、まあさっき言ったけど、その3日間で5公演って、うん、4公演がラストコンサートで、うん、で、ラスト1公演が、うん、AKB48 の17期研究生っていいんだよ、今研究生。それが本来はチーム分けされる予定だった。いや、そうだったんだけど、亡くなってっていう。で、その子たちが、うんの単独コンサートが。へーすごいの。そうすごいのよ。で俺もマジ行くつもりなかったのよ本当は。なんで行ったかっていうと、うん、その1週間ぐらい前にお話し会に行ったのね、うん、え誰握手会みたいなもの。ああそう、岡田里奈さんと手は合わせないけど話せる。いやそうそう、お話できる、うん、岡田里奈さんのお話し会行ったのよ、うん、でこうね順番こう待ってたら後ろの方から、うん、その AKB48 17期単独コンサートのチケット、うん、
売ってまーす、あ、チケット売ってんだって、そう、可愛い声で聞こえて、何かと思ったら、メンバーが手売りしてんだよ。すごい、やばと思って、努力余ってんだってのもあるし、手売りするその努力、なんか俺らも下北グリップでめっちゃするじゃん、あ、まあまあまあ、お笑いライブ売ってますみたいなね、なんか、うわ、いいなと思って、もうすぐその場で9200円ペイしちゃったのよ、俺すっごい、お前その日、お話し会に8000円も使ってるのにね、9000、俺横浜まで行って9400円ペイしてる、あんなお金出せない人が、いや、そう、あんなお金出せないとかペイしちゃってて、で、まあそれのライブだから、もうチーム戦のラストコンサート全部終わった後に17日のコンサートを、まあゴリゴリに楽しもうかなと思って、で、まあその時に手売れ、じゃあ全部行ったん、あ、全部行った、5日間の、あんまいないらしい、いや、いないでしょ、あんまいないし、みんな自分の応援してるチームだけとからしくて、AKB4、17期のライブ行ったって、うん、そうそうそう、え、5万円、うん、その日、それだけで5万円ね、きしょ、で、物販で1万円ね、まあそうか、あんた大好きな、まるまる族に比べたらね、なに、まるまる族、風俗に比べたら、全然そのちょっと待って、風俗の話やめよう、3日間ぐらい楽しめたわけだもんね、いや、まあ、全然、まあ、そうね、ワクワクしながら、まあそうね、それは好きなこと、ちょっとおさおりはできないからあれだけどね、もう気持ち悪い、ちょっとやめよう、じゃああなたが言うから不満でじゃないあなたが言うからじゃあ俺じゃないで、なんか、ああ そ, んなでそれで、あの、まあ一人推しメン決めたのよ、あ、そう、はい、手売りしてくれた子、うん、水嶋美優ちゃんって子を、うん、まあ推しメンにしようと思って、とりあえず、うん、で、まあ水嶋美優ちゃん、まあ顔もすごい好きなのよ俺、うん、水嶋美優ちゃん、みんな見てほしいんですよ、水嶋美優ちゃん、17期研究生 AKB ので、手売りしてくれたその子の、まあ、ペンライトカラーも調べていって、うん、まあ水色とピンクだったわけよ、うん、だから俺も、あ、じゃあそのペンライトカラーかざしながら楽しもうと思って、で、水色とピンクこうかざしてて、うん、でもさっきも言ったけど、その時からもう席あ、まあ、ぎゅうぎゅうでね、ぎゅうぎゅうでなくて、うん、もちろん研究生コンサートも余ってたとはいえ、それなりにやっぱ詰まっ、もちろんで全然後ろの方だし、俺もで、行ったら、やっぱね、その時は知ってる曲ばっかりやってくれるわけよ、もう盛り上がる曲、ライブで、すごい楽しくて、あ、昔 AKB の曲のね、そうそう、そう、表題曲ので、うわ楽しいと思って、も俺もめっちゃその、あのミックスとか他の人に合わせてやってたら、パッ、なんか、なんだろうな、そのミックスってたんだ、まあ珍しいんだけどさ、大体そのなんていうの、そのまあ例えばさ、リナちゃんとかっていう時ってさ、まあ、大体そのまあある程度その周りにはさ、そんなにまあリナちゃん推しってあんまいない、あ、そうなんだ、もうやっぱもうバラバラばらけてるというかさ、いろんな推しの人がいて、まあ、ファンって、そう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 、だからもうあんまり僕も一人でさ、チーム4の時とかは一人でリナちゃんって言ってるイメージだったんだけど、なんか17期研究生コンサートの時はなんか隣の人と2人で俺ら、なんかみずみーんって言ってる感じしたのよ、え、なんか一緒に応援しちゃう、わかんないけどすごいこのコールが合うのよ、うん、超絶かわいいみずみーんって、なんか2人で歌ったりするところでさ、どっちもみずみーん撮るとかさ、なんか結構珍しいなと思って、それ結構続いてんのよ、あれおかしいなと思って隣パッて見たら、隣の人もピンクと水色のペンライトをつけてたのよ、おお、珍しいと思ってすごいね俺、スタンド席で推し隣で被ることあるんだと思ってさ、何人いんの17期って、10人ぐらい、まあまあもちろんピンクと水色のあれも多かったんだけど、他のところバーって見て、まあ人気面ではあるんだけど、もちろん、ああ、まあ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 珍しいなと思って、まあ、そう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 、珍しいなと思って、でふとそのね、一緒だった人は右隣だったんだけど、まあ、左隣なんかふとパッて見たら、その人もピンクと水色のペンライトをえ、嘘と思って、すごい、ね、水見よしここ3連単だったなと思って、気持ち悪い、気持ち悪い、よかったよ、みんな声出す人じゃなくて、この2人だけで、みんなで3人で声出してたら本当に気持ち悪いからね、さすがに水見の塊、水見んっつってたら、で、なんかまあ MC 中にこう休憩してたら、なんか隣の人外国人だったわけ、右隣の人が、で、その右隣の人のもう1個隣の人となんか喋ってたのよ、あれ2人連れだったんだと思って、今までそんな感じもなかったからちょっとびっくりして、へーと思ってパッてその右隣の人の連れの人のペンライトから見たら、その人ももちろんねピンクと水色つけて食べよもちろんなんだ、もうだってそのね、あの2人で来てるわけだから多分同じこうしてる可能性の方が、そういうことなんか、そう、外国人だし、お前来てみないかみたいな感じで、俺らそのピンク、水色ペンライト、水見越し、4連単でスタンド席で立ってて、すごいねでも前から見たら友達みたいな、そう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 、みんな一緒声出すとこ、水見ーってみんなで言ってるし、でその MC 中も水見ーって言ってるしね、俺ら4人、いや2人か、2人で外人頑張るんだ、外人頑張る、めっちゃ頑張る、すごい綺麗な日本語で水見ーって言うのよ水見のためで、隣の人喋り出すときはめっちゃ英語よ、
でも、みずみが喋らすと、みずみーんって、俺と二人で。マルチタスク。タスクな。いや、もうめっちゃ恥ずかしくて、みずみん4連単が17来た。なんか俺はもう、それ気づいた瞬間、笑いこらえられなくなっちゃって、恥ずかしすぎて。一緒なんだと。一緒なんだっていう恥ずかしさ。いや、まあまあまあ、楽しかったね。すごい良かったですけど。みずみんの壁だもんね。いや、そう、本当に。すごいわ、それは。ね、いや、だいぶ恥ずかしかったね。いやでも、みずみんもね、そう、いや、おさしてもらいますよ、本当に。え、それでもさ、どうやって決めんの、あんたが話したから。いや、前々からちょっと顔好きやなって感じはあったのよ。じゃあ、もう、ちゃうじゃんアイドルの選び方、顔好き。あ、俺今何、なんかその、ショールーム見てたらなんか話す方すごい好きだった、なんかそういうのだとよかったとか、なんかすごい昔こういうのやってて、うんうん、なんかその時のエピソードとかがなんか意外とグッときたとかじゃなく、うんうん、いや、もう顔好きうん、だから一応、まあ柔軟っていうこの子って言った中身水中身水民、中身水民、中身水民、中身水民って言ってるよ俺中身水民好きじゃん。いや、本当にあの、え、各地で決めてんの、うん、もう一期は誰か。いやいや、なんかやっぱ17期単独コンサートってあったら、うん、あ、一応決めとこってこと。そうそうそう、だし、もう明らかに新世代というか、もうしばらくぶりの新規制だったのよ、17期が。何年ぶりとかなんの。うん、分かんない。あー、じゃあほん、もう確信しました。久しぶりってだけ。じゃあ AKB もほぼ知らないじゃん曲も知らない歴史も知らない。だって AKB の歴史ならさ、17、8年ぐらいある中でさ、でも言うてしちゃう、5年ぐらいしか思い知らないわけ。ここ5年、ここ最近の5年よ。じゃあでもさ、うん、お前はその、うん、もうだいぶ昔の日本を遡って今研究してるわけで、大学院で、まあ、100年前の日本。100年前じゃん。まあそうね。お、しかもここ 1,2、うん、年とか1年ぐらいでしょ。うん、まあそうね。5年をさ、17年なの。5年あったらその17年の歴史パーフェクトできなかったかってこと。いや、あかんでしょ何が研究。じゃあお前厳しすぎるって、俺の AKB に対して。いや、もうじゃあダメです。厳しすぎるよ。いやいやいや、だって、うん、好き、どんぐらい見てる、うん、好きで寝る前とか見てる。いいよ。いや、ほら、だから熱はないのよ。いやいや、だそう、たまに会う女の子で興奮したっていうだけじゃん。ちょっとお前、言い方考えてくれって。だって曲もそんなさ、うん、がっつりもう全部聴いてないしさ、うん、まあまあ、何が好きだよ。俺知らなかったもんな、あなたが教えてくれたバラの儀式って。そう、バラの、俺が唯一知ってるね、うんうん、唯一じゃないけど、チーム A コンでやってたぞ、バラの儀式。本当に本当に俺嫌なんだよ、バラの儀式流れんの。パチンコの曲ね。ずっとお前の顔が脳裏にこう出てくんのよなんか俺すごい嫌なのよ、バラの儀式流れんの。ハッとするというかね。ハッとしてうわっていう。いや、そう、それがさ、チーム8の時もあったのよ、うん、もうやめてくれと思った、ずっとバラの儀式流すのって思ったら、案の定流れてたからさ、すごい嫌だね。やっぱ有名曲なんだよ。いやいや、そうかも。でもバラの儀式やっぱ本当に有名曲っていうか人気あるっていうかさ。いや、そう、いいよ。湧く、イントロで湧いてる。いや、絶対そうよ。やっぱりパチンカスが多いんだろうね、 AKB の。あ、まあ打ったらもう、うん、AKB 好き意外と打ってんだよ。あ、やっぱそうなんだ。パチンコ。あ、いや、なんかな。いや、そうそう、いや、すごい楽しかった。なんかな、つってんじゃん、こいつ。こいつが物申せないのに。バラの儀式。だから俺は決めてよ、うん、今まであなたは AKB の、うん、まあ、上位、中位というか、うん、その位があるとしたら、うん、まあ、だいぶ下の方だね、うん、まあまあ、オタクトレしてね。オタクトレ、ダメです、まあ、だ、また今度あ、もう企画やれたらな、本当に、うん、いや、AKB クイズ大会あなたが考えてきて、俺が答えるっていう。そう、で、その本当に何問答えれなかったら、うん、もう二度とライブ行かないとかのきついやつ。きついきついやりたいけどな。きつい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 。だって好き好き言うじゃん、あなた。いや、俺大好き。だってツイッターもさ、めっちゃ好き、うん、お笑いか AKB のみじゃん、発信。あ、そうね、そうね、そうね、本当にそうね。で、この片割れ弱かったもダメよ本当にダメ。ちょっと制約やめてくれ。行きたいと思わないと。でも、面白い、楽しかった気持ちは本当なんで。あ、よかった。今からでもチーム制、廃止。弱い弱い。解散。超弱い弱い。反対です。お前トップオーターじゃないの。海洋タが言っても俺権限ない、そんなこと言う。いや、まあまあまあ、いや、いいですけどね。まあ、金で解決か。怖っ。でも金で積んだ量。積んだ。知識つけずに。女付き合うだけじゃん、もう本当に。いや、本当にそうだと思う。いや、まあ、ということ、なんかすいません、AKB の話いっぱいして。いやいやいや、いや、チャンプル本当にありがとうね、だから。いや、本当、おかげさまで楽しかったです、私は。いや、僕も楽しかった。ありがとうございました。じゃあまたね、はい、本当にやるんで、皆さん、ロキちゃん、ニャカラジオ、ロキちゃんのニャカラジオを絶対やるんで、うん、まあ、AKB 編とりあえずあげるんで。うわ、すごい。第1回、よろしくお願いします、うん、お願いします、お願いします。ぜひ。それじゃあ、また、バイニャー。
ぽよ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 。それで固定でいいよ、もう前もぽよぽよぽよって言ってたもん。いや俺でもね一回しこ、うん、しこしこしこっつって、でその後コス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 結局なんか何やってんのっていうね、うん